学生の皆さん、サラリーマンの皆さん、朝時間がないのにこんな変な寝癖作っちゃって困ってらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。そこでじゃじゃん、寝癖バスター、これがね一発で治るらしいんですよ。ウルトラマンレオに出てきた円盤生物のようなものですけども、お、中はなんか不織布フェルトみたいなそんな素材ですね。毛羽立ってるの分かりますか？フェルトみたいなものが入っておりまして、で外側はこれはビニールの、シャワーキャップみたいなものですね。3分の2カップの水を寝癖バスターに入れてください。濡らした寝癖バスターをかぶり、寝癖の部分を意識して髪をマッサージします。お水3分の2カップほどこの中に入れるそうですが、よっ、お水入れまして、これをかぶる、かぶってマッサージ取るよ。治ってる？あ、マシになってるね。マシ、え、治ってんじゃねえの？あ、治ってるよ。寝癖治りましたこの辺がこうぺったりしちゃってる、この辺、あー、やっぱりこの辺はどうしようもないんだな。こうしないといけないのか。にゃー、いいじゃないいいじゃないで使い終わったらこれを水気を切って干しておくと30回は使えるそうです。朝の忙しい時間でもすぐに寝癖が治る寝癖バスターでした。使い終わって中を見てみたら、ちょっとね、抜け毛がちょっとこびりついちゃう感じがしますね。